はいどうもこんにちは、しげだけです。おるわ、111コーヒーです。111コーヒー。はい、本日はですね、この前ね、僕らあのカモさんとね、コラボをさせてもらった時のスパイクがこちら届きまして、お、かっこいい。これを履いたんですけど、細かいことは言ってなかったんで、まあシュート対決しただけだったんで、新しく出た新作のスパイクをちょっとレビューしていきたいと思います。人工なんですよ、革なんですか？これはいい質問です。はい、人工です。だがしかし、だがしかし、触り心地が革なんです。これ革よ、これ革命起きてるわ。ほんまに革みたいな感じなんよ。インスタグラムで質問募集させていただいたんですけど、この今日まあメインでやっていくのは、質問でいただいたカーブはかかりやすいですか。これね、フューチャーとかと違ってやっぱここで、ね、ちょっと違うとこあるんですよ。爪が引っかかるぐらい、ほらぐらいの凹凸があります、ここに。あとフィット感、いやこれめっちゃいい。ファーストインプレッションはどんな感じですか。足がすごい入りやすいんで、かなり相性いいです。マッチングしてますね。タダ君の乳首をポイントで刺激してあげてって言ってる。刺激してやるな。はい、違う。ナイキのマーキュリアル履けたら履けますか。これ絶対履けます。絶対履ける。パールホワイトかな。光り方がちょっと青光りというか、うん、真っ白じゃないの。うん、この柄がすごい。この柄ここにもついてる。本当だ。これフリーメイソンですか。違います。このワンポイントのオレンジがいいやろ。あー、ここね。これオレンジある、差し色、これオレンジあるかないかでちょっと違うよな。うん、これ全く皮は入ってん。おー、ゼロ。え、そうだよ。でもマジですごいな。信じないよ、これは。人工なのに、履けば履くほど足に馴染む。そう、すごいよ。かつ、馴染んだ後は伸びないと。そう。行こう。タルコーデがかっこいいな、今日。マンチェスターシティで合わせてきました。カプテン入ってたじゃん。あっちに久々に天然の川の感じを感じたんですよ。かなり近いっすよ。天然に。確かに。うわ。うわ。えぐがいいわ。ああ、なるほど。褒めたら。最近あいつね、映像見たけどキーパーっぽいんよ、動きが。いや、あいつうまいね、最近。一番伸びてます。確かに世界的キーパーから見てもね、彼の伸びしろありますよ。世界的キーパー、最近、前までこう、目の前のショートバンドをこうなって入ってたやん、うん、あれ改善したらしい、あいつなんかこうこうあれ改善したらしい。だからもうずっと気が出てるのか、あいつシュートチェックしよう。俺のイメージですけど、カーブよりは弾丸の方が蹴りやすかった。それこそカモ式シュート対決の時は1本目カーブ蹴ったんですよ。風に流されてたんですけど、そこからもうずっと弾丸蹴ってたんですけど、弾丸はもうめっちゃミートするイメージだったから、今日弾丸シュート多めで、最近の調子にゴールキーパーにねバシバシ突っ込みますよ今日。ナイスケナイスアップ。ナイスキーパー。あいつガチでよくね。やっぱ身体能力あるからさ。これはナイスだ。キーパーに見えてきた。飛び方綺麗になってきた。飛び方バリ綺麗になってる。
ナイスケいやだ、止めえ今のスーパーセーブだでも、あれだったらもうつけるだけだから回転って決める要素もあるけどセカンドの要素もあるから強いだから狙うかちゃんでこれあれなるからあれはもうこぼれなの多分キャッチ無理やろいいやあいつ覚醒してるわ今の処理うまタイムのは手前でバウンドむずいよなキーパーお前手前でバウンド狙ってんのかお前らキーパーとくすなよお前らキーパーちゃうだろあれむずいんだよめっちゃやばいじゃんうわーおっしいちょっと待ってめちゃくちゃキーパーや待って今のめっちゃいいシュートばっか飛んでるやんいい球あぁ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 キーパーこれかなりシュートは当たるってカーブの引っかかってる感がちゃんとあるカーブ引っかかってる感じはなくはないけど風が強いっていうのはあるけど、あるっす。フシピックよりも、結構スパイクのおかげっていうのが俺あると思うよ。今回、フーマキングレビューということで、彼女に例えると、うん、嫁気質です。一生、スパにいてほしいタイプですね。そう今んとこもうどこにもダメなとこがないなるほどいいとこしかない好きです結婚してくださいこれは多分ビールズリーグで一回は貼ってますということでこちらのブーマキングあの概要欄の方に貼ってますんで鴨式シュート対決もぜひちょっと見てくださいはいありがとうございました